12月3日土曜日午後4時20分の日本海は今風は全くないですね。海にはゆったりとしたうねりは入ってますが、インサイドからショアブレイクですね。こちらも無風でいい感じのうねりがここに入ってますが、伸びて伸びてショアブレイクですね。ここに砂がついたのかな、ちょっといい感じのうねりがここに入りますね。この時間帯なのにもう水平線の上がなんか夕焼けみたいになってます。気温は12度ぐらいです。朝0度でしたから、ずいぶん相対的に暖かく感じますね。海には、あ、今これが最大のセットぐらいか、うねりのみです。明日どうですかね。